第2弾です。今回はですね、トリックティップ的なことをやろうかなと思ってます。何をやろうかなと思ったんですけど、技。やっぱ雑誌とかビデオの DVD とかであんまり深掘りしないところですね。ベーシックなものよりもちょっとテクニカル中級者以上の技を紹介していこうかなと。で、今回やるのはスイッチ5です。5です。スイッチ5、後ろ向きから飛び出してスイッチスタンスから飛び出して1回転半回って前向きのランディングになる技なんですけど、この辺できるようになってくるとね、やっぱちょっとかっこいいよね。皆さんの憧れの技の一つでもあるんじゃないかなと思います。で、スイッチ1、3ぐらいまではローテーションがそんなに大きくないんで意外となんちゃってでできちゃったりするんですけど、5からはそうはいかんと、一つの壁になってくる技なんですね。やっぱ後ろ向きか前向きのランディングが難しいところなんで、その辺うまくどうやって僕自身が攻略してきたかって、あくまでも僕の感覚です。僕が意識してうまくいったポイントっていうのを5つまとめてあるので、それを順を追って説明させてもらえればなと思います。では、行ってみましょう。では、早速やっていきましょう。あくまでも、もうスイッチ180とスイッチ3が、もうできるっていうのは大前提で、今回のハウツーさせていただきます。で、スイッチ5、後ろ向きから前向きにランディングする技になってくるので、着地がですね、後傾になりやすいんですね。おそらくスイッチ3までは、比較的やりやすい技なんですけど、5から一気にスピンの要素が強くなるので、軸を送るっていうのは難しくなります。で、まずは5-4、1回転半回らなきゃいけないんで、その時に必要な、回転のエネルギーを生み出すために、上半身と下半身一つのブロックにして、テイクオフをする。ですね。これが、一つ目のポイントです。スイッチ180、スイッチ3までは上半身と下半身が、ねじれた状態でも回りきることができるんですけど、スイッチ5でこれをやってしまうとローテーションが崩れてしまうので、注意点としてはですね、特にテイクオフ R の中で上半身が先に開いていってしまうと崩れてしまうと。なのでこれを上半身をしっかりグッとロックした状態ですね。僕が意識した方法は、脇をグッと締めていくと。締めていってテイクオフの瞬間に下半身の踏み込みと同時に上半身を一緒にローテーションさせる。あくまでも上半身っていうのは下半身の上に乗っかっているものなので、自然と上半身っていうのは回さなくても下半身がグッと踏み込んで回ってくれば上半身は回っていくと。映像の方を見てもらうと分かるんですけど、テイクオフで上半身と下半身っていうのは綺麗に同調しながらテイクオフができているというところですね。このブロックにする動きは、スイッチ5に限らずいろんなスピンに落とし込めると思うので、ぜひ感覚がつかめるようにやってみてください。はい、では次のポイントですね。ポイント2、引いてる方の足のエッジングですね。ここを、起点にスピンをかけるきっかけを作っていくというところです。エッジングです。エッジングがないとそもそもスピンっていうのはうまく回ってくれないので、しっかりこの、特に引いてる足のインエッジですね、イン側のエッジを踏み込みながら回していくと。あくまでも両足で均等には乗ってはいるんですけど、テイクオフの瞬間はターンを踏み込んでいくような形で、スキーで通常ターンをするときってエッジを踏み込みますよね。その感覚と同じで、それをインエッジインエッジをキープしたままグッと踏み込んでいくと。このグッの踏み込みが、スピンをかけるきっかけになる動きになってくるので、エッジングちゃんと自分ができているのか、特に硬い R とか正しい位置に乗りたいとこのエッジングがずれてしまってうまく雪面に力を伝えることができなくなってしまうので、このエッジングの部分、特に、低回転の1とか3とかでも抜けるときに引き足のインエッジグッと踏み込めているのかっていうのを確認してみてください。はい、これはスイッチ5のテイクオフの後ろからの映像です。スタンスアバー、やっぱりワイドスタンスにしてしまった方が、してしまうというか自然になってしまうんですけど、踏み込んだ時にエッジのかかりっていうのはやっぱり良くなりますよね。イエッジ踏み込みやすくなるので、カービングをして飛ぶっていうのはちょっと置いといて、まっすぐ抜けて飛ぶ分にはワイドスタンスのイエッジをしっかり踏み込んでいく、
ていう動きが、できてるっていうのはこの映像を見る限りわかります。で、テイクオフの時に板は、引いてる足、まっすぐは抜けてないんですね。少し斜めになりながら、これはそのターンがぐーっと始まっている部分ですね。はい。このぐっと斜めに入っていく動き、これは別に僕は斜めに飛び出そうとしているわけではなくて、下半身を踏み込んだ結果、板が回っていっているっていうところです。なので、テイクオフの時に少し、引き足っていうのは斜めに出ていってますね。これがちゃんとスピンがかかるきっかけができているポイントなので、まあ、自分でもし映像を撮ることがあったらこの動きができてるかどうかっていうのをちょっと確認してみるといいかもしれませんね。はい、続いてはポイント3です。3つ目のポイント、ポイント1と2ですね。これはまあスピンをかけるための、要は5-4を回りきるためのエネルギーですね。これを回転のエネルギーを生むためのポイントでした、この2つで。次の3つ目っていうのは、その単純に回転をしても、あのランニングって斜めなんで、ここにちゃんと軸を送ってあげないと回りきってもバックシート、まあ後傾で落ちてしまう、まあ、これ非常にあのスイッチ5をやっていく上で壁になってくる部分の1つですね。で、僕はどうやってこれ解消したかっていうと、まあ、ただ回すっていうだけのこの動きに、その、軸を送るっていう動きをこう、ミックスしようと思ったんですね。で、その時にどうやったかっていうと、この飛び出した時に、まあ、上半身、まあ、とにかく後傾になるんで、上半身を思いっきりこう、リップの向こう側に送る意識っていうのを持ってみたんですよ。で、単純に送ろうとしてもなかなか送れないんで、この目線を、テイクオフした時のこのランディングを覗き込みに行くぐらい送ってみたんですよ。で、まあ送った結果、まあ、回転軸がぴったり合ってくれたんですね。で、まあ、これは本当に人それぞれなんですけど、あのスイッチって、まあ、僕自身の乗ってるポジションがそもそもちょっと後ろ、ライトサイドのスイッチはちょっと後傾気味に乗ってるんで、少しこの送る意識を強くすることでぴったり来ました、ぴったり来ました。まあ、そのテイクオフした時に飛び出す方向を見て、そこから回転をこう締めていく、ギュッと、まあ、これはちょっと次のポイント4なんですけど、このテイクオフの時にしっかり自分が飛び出すポイントっていうのを視認するように意識してから、軸が非常に送りやすくなって、まあ、5に限らず、回転数を上げた7とか、まあ、スイッチ9、10とかってなってきた時に、この送り、最初のポーンの180飛び出した時にポーンって送って見ていく動きっていうのを絶対に忘れないように自分の中では心がけてます。逆にここの部分がうまくいってない時っていうのは、あの大体軸が遅れなくて転んでますね。はい。なのでこのちょっとテイクオフした時に一瞬でいいんです、一瞬でいいんです。見るっていうのは、あの見て目線をこうやってずーっと止めてるわけではなくて、見ながら送っていく、見ながら送っていくです。いいですか、視認をするだけです。そこで首を止めるわけではないです。首止めちゃうと多分回転止まっちゃうと思うし、ローテーションも崩れるんで、見ながら送る。ただ自分の飛び出す方向と着地したいポイントっていうのは見に行くように心がけてみてみてください。はい。スイッチ5の飛び出しの映像ですね。テイクオフでしっかり自分の飛び出す方向を見ながらかけれているというのがこの映像を見るとわかると思います。で、キッカーのサイズが大きくなればなるほど、この飛び出した時に見てる時間っていうのは当然、長くなります。長くなるので、テイクオフから着地までのリズムに合わせて見に行く時間というのを、少し長めに持ってあげましょう。焦ってこうあんまり未来にグッといっちゃうと、多分回転がオーバーしたりとかスピンコントロールできなくなっちゃうと思うので、まあ、このポーの部分をいかに味わうことができるかっていうところですね。これが大きなキッカーでスイッチ5をやるためのポイントになってきます。